寒波に弱いという作物です、はい、残ったのかなっていう感じでちょっと見てます、はい、ちょっと1個食べたいです、ね、あ1個ちょっと1個選びましょうかちょっと裸部屋で、あ、これもいいかもしれない、はい、荒牧先生今日もありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、5月の今日は19日ですけれども、はい、ビワの、露地ビワの様子を見学させてください。はい、はい、よろしくお願いいたします。どんな感じですか？今年はですね、はい、これ露地の夏便り、夏便り、はい、長崎が今一押しの、はい、大玉系の品種ですね、はい、それがですね、今年は1月の終わりに大寒波が来まして、まあ、言えば10年に一度の大寒波っていうのが来て、はい、この地点でもマイナス6度になったんですよ。しかもですね、まあ、近くの測候所の観測によるとマイナス0度、まあ、いわゆるマイナス0度以下っていうのが24時間続いて、はい、まあ、近年にないまあクソ寒い日がですね久しぶりにありまして、はい、その関係でですね、ビワはどうしてもその寒波に弱いという作物です、はい、で、はい、今回その作物の中でやはり1月の終わりっていうのがちょうど8日のなんていうかな、ちょうどこう小指でいう、はい、ちょうど、小指からこう人差しこの指の大きさぐらいの大きさだったんですが、はい、その時に寒波に当たると中の種が死んで、はい、もう肥大しないという状況があって、もうほぼほぼもう壊滅じゃないかというふうに思ってました、うん、はい、考えですね、はいはい、ただ今年はこう見てみるといくらかまあ2割から3割ぐらい残ったのかなっていう感じでちょっと見てます、はい、まあ、実際、はい、見ると袋がかかってるのが多分あります、ね、残ってた果実じゃないかということで、はい、残してます、はい、で実際寒波を受けた果実っていうとは、はい、まあ、こういうふうに肥大しないんですよね。はあ。で、もう色をついて、こう割ってみれば分かるんですけど。はい、あ、もうこれ種が、あ、もう種がないっていうか、はい、種がない状態で、はい、中が黒いんですよね。肥大しない状況があって、もうだいぶ死んで、わ、今年はもう壊滅かなと思ってたらですね、はい、まあ、幾分かこう残ってた果実があって、まあ、それが収穫を、うんうん、まあ、今週来週ぐらい末ぐらいから取り始めるかなって感じです、はい、まあ、もうちょっと うん、こんな感じのやつがもうちょっとして取り始められるかなって感じですね。これですか、はい、おお、綺麗ですね、はい、お、夏便りの特徴はこの大玉ですね、はい、今までの模擬とかと品種とは違って大玉で、うんうん、はい、確かに大きいですね、食味でジューシーっていうんですかね、そういうのが特徴です、はい、これまだ早いですか？多分もうちょっと、もうこれ取ってもよくかもしれないです。ちょっと早いかな。ちょっと早いですか？うん、小型はいいけど、少しこっちが青いかな、はい。来週頭ぐらいかな。あ、本当ですか？うん。ちょっと1個食べたいです、ね。ああ、1個、ちょっと、1個選びましょうか。ちょっと袋の殻だったり、分かってないやつで、答えはいい。視聴者さんのためにも、1つ、ちょっと、割った。はい、あ、いいですか？はい。あ、ありがとうございます。じゃあこれ、あとでまた割ったやつを差し込んでおいてもいいですか、はい、ちょっともう他にもあれば、ちょっと裸部屋で、あ、これもいいかもしれない、はい、これがどうかな、早いかな、いいですか、大切な研究材料を。あ、大丈夫です。ここは学生の実験から外れてますので、はい、あ、本当ですか、これもあげます。あ、よかったです、はい、ちょっとこれ早いかもしれない、はい、気持ち早い、 ありがとうございます、はい、ちょっと細長くなるタイプも出るんですね、うん、本当はね、もっと、はい、これよりも大きくブリッとした感じで大きくなるんじゃないかな、はい、はい、これがもしかしたら、はあ、ビワ先生が前教えてくれたやつって、ビワが花がダラダラ咲くっていう特性があって、そうですね、あった、で、はい、これが寒波に当たらずにずれた花ですか、うんうん、ずれた花ですね、これがですね、はあ、まあ、すごいな、これがポイントがあってですね、はい、実は、まあ、これが見ればよくわかるんですけど、これ、はい、実は ここについてった果実もあったんですよね、はい、ここにね、ここ、はい、これは寒波にやられたんですよ、はい、だからと外してるはずなんですね、はい、で、ここから出て、これ副梢っていうやつなんですよ、やるここが早く花が進むんですね、はい、で、花が進むということは寒波に当たって死ぬ確率は、はい、まあ、当然確率は高くなるということなんですけど、はい、ここから出てきた、その横から出てきた副梢っていうのに、やるちょっと枝は弱いんですけど、はい、遅く花がつきやすいんですよね、はい、で、それについた果実はやっぱ
着花が遅いし、はい、花が咲くのが遅いので、はい、そういうリスクのためにわざと1本だけ残してたんですよね、はい、ほとんど全部。本当ですね、見ると副梢から出てきてるところに果実がついてますね、うん、これもそうですけれども、うん、こっちもそうやな、これも使えるかもしれない。あ、いいですか、どうぞ。あ、袋掛けリアありがとうございます本当だ、なんかすべて副梢から出てるような感じがしますね。副梢から残したやつが、多分これもそうなんですね、はい、ここについてた果実が死んで、はい、で新しい芽が出てきてるんですけど、はい、ここをわざと1本だけ残してたんですね。残して1個残すことで、これがリスク分、あの露地のリスク分散用の作り方なんですよね、はい、副梢だけ1本残すと、はい、本当ですね、いうのと、ほとんど副梢だな、はい、あと摘来の方法を、はいはい、花がこんな感じでさ、あのマンゴーと一緒でこんな風に咲くんですよね、はい、円錐型、円錐型にこう咲く、はい、下の方がこんな感じの、下の方が生き残りやすいので、はい、上をバズッと切って、はい、いわゆる2分の1摘来っていうのが、はい、まあ、千葉県とかされるんですけど、長崎県はこの下の、はい、約2割ぐらい落として残り、はい、上の、3、4段とって、真ん中の4段ぐらい残してするんです。それを普通的来って言ってるんですけど、はい、それを前回の時は、まあ、長崎は主流ですよって言って、まあ一般的にその年はいいんですけど、うんうん、今年みたいなのは千葉県がされてるような、こういう三角であれば2分の1上からバツって取る、はい、下の方の花房を使う2分の1的来の方が良かったんだろうなっていうふうに、まあ思われますか、うん、技術者の中でも話してましたね、はい、この園地では2分の1的来をしない、されてない、してないくて、はい、単純に副梢を1本残してやったっていうことですね、はい、なるほどですね、うん、副梢を残さずに2分の1的来か、副梢を残して普通的来かっていう、うん、という方法もあるし、まあ、こういうのを上手に織り込みながらやるかっていう話ですね、はい、はー、奥深いですね。今年みたいにその1月の終わりの寒波がなければ、うん、はい、もうちょっとこう房数がこうわーっとあって、はい、なんかな、もっと花が咲いたような感じになるんですけど、今年はなんかこう気持ち、作業も2日で終わったですもんね本当は少なすぎですか、本当は1週間ぐらいかかるんですけど、はい、もう2日ぐらいでアルバイトに来てもらってる、はい、あの元ここの学生の OB さんにかけとってってお願いしとったら、はい、終わりましたって2日ぐらいで終わりましたから。マジですか、はい、はあ、これ夏便りはだらだら花が咲くじゃないですか、はいはいはい、最後の花が咲き終わるのは何月ぐらいですか。そうですね、大体1月とか、はい、2月とかそんくらいじゃないですかね。あ、なるほどですね、咲き始めはですね、はい、10月ぐらいから露地では咲くんですよ、はい、ハウスはもっと早いんですけど、はい、大体10月ぐらいから咲き始めて、はい、大体ピークが12月1月ぐらいになるんですよね、はい、でそれが2月ぐらいまで続くんですよ、はい、なるほどですね、で12月とかに咲いていた花が果実になって、まあ、そうそう、こんくらいとかこんくらいの指先の大きさぐらいになってたやつが、はい、種が死んでしまって、大きくならないっていう形ですね。はあ、理解できました、はい、それでこれが今遅い花が全て実を持っているっていう。そうそうですね、で遅く、うん、はい、遅い花になるだろうっていう副梢を残して、はい、今回残った果実を活用したって話ですね、はあ、本来はここも使うしここも使えば、はい、もっと種類は取れたはずなのに。確かに、うん、はい、3倍ぐらいになった。肥大的にはこっちがいいんで、果実的にはこっちの方がもっとこう、はい、ブリッと大きくなるんですけど、はい、もうそういうことは言ってられないんで今年は、はい、まあ、こういう副梢を上手に使ったって。はあ、本当はね、何もなければこういうバツって切ってこっちを太らせた方が本当はいい果実になるんですけど、はい、全部、まあ、これ多分違う、ね、これは違うね。あ、違いますか。これ多分遅かったんでしょうね、はいはい、自体は。基本そういうふうに副梢だけ1本だけポコッと残してたんですよ、はい、だからほとんどそんな感じで残ってるはずなんで、うん、あれもそうですよね、はい、あ、本当ですね、あれもそうですね。先生、今年のビワの出来はこう悪天候に遭遇した条件で何点ぐらいですか、うん、このまあどんくらいでしょうね。例年の出来に比べて、例年の出来から比べると、まあ、収量性が落ちたんで、
40点ぐらいかな。40点ぐらいですか。うん、まあ、うん、この大寒波を経験した条件では残ってる方じゃないですか。まあまあ、うん、まあまあいいんじゃないかなと思ってます。はあ。まあ、終了制からすると3割ぐらいかな、30点けど、うんうん、まあ残った件良かったっていう分が10プラス10点。ああ、そうなんです、ね。10点ぐらいな感じ。ギリギリ赤点避けたみたいな。はい。もうこの倍ぐらいあっても良さそうな気がするんですけどね。はい、どこのビワ農家さんも結構大変だったんですか、路地だと。そうです。今年はですね。はい。でも意外と残ってるって聞いてるんで、うん、はい、状況的には同じかなと思ってます。あ、そうですか。うちはちょっとこう見てるんで、ちょっと条件もあんまり良くないんですけど、うん、まあ、それでもまあまあ残ってたんじゃないかなと思ってます。はい、はい、なんか見ると枝先から新梢もすごい出てきて。そうですね。なんか冬の寒さをこう当たったっていうのをなんか思わせないような元気のある芽がいくつか、うん、そうですね、枝先からバーって、はい、だいたい春先に一回伸びるんですよね。春先に伸びるんですね。春先に伸びて、はい、でもう一回、収穫後にもう一回伸びて、はい、で秋にもう一回伸びるとかね、年3回伸びますもんね、はい、夏便りの収穫ピークは来週から始まって、来週から始めて、はい、もうちょっともしかして来週ぐらいから始めて、こういうちょっと赤みが強いのを、はい、とかこういう首がこう下がってくるんで、はい、この首がこうかなりゾーッと下がってのを、はい、こう覗いてビリビリってこうやって覗いて、はい、はあ、あ、ここからビリビリって覗くんですね。覗いて、あ、ちょっと早いなとか見ながらやるんですね。はあ、多分これもしかしたら、ちょっとこれもしかしたらこれ寒波で死んどったかもしれない。あ、これも寒波ですか。あ、これ生きとったね。あ、生きとる。これ生きてる。本当だ。これ生きてる。種がちゃんと出てますね。寒波になるとこの種がですね、うんうん、真っ黒になるんですよ。はあ、これ種2つですね。種子2つ、うん、これ多分うまく受粉しなかったんでしょうね。はい、普通は4つとか3つとか、うん、はい、5つとか、5つとか、うん、結構入りますもんね。はい、このビワの袋って破れるんですね、うん、こういうふうに。ああ、そう、破れます。これどういう袋なんですか？ビワ専用。ビワ専用の二重袋です。はい、二重になってますね。はい、で、この特徴、そうそう、新聞紙みたいな感じですか？まあ、新聞紙を使う人もいれば、はい、こういうふうに二重の、これクラフト用紙なんですけど、はい、二重の用紙で、はい、ああ、本当。で、中がちょっとこのグレーっぽいやつを使ってます。はい、で、これなんでかっていうと、はい、死斑症っていうのが出やすいんですよね。いや、なんていうかな、人間でいうあざみたいな、はい、あ、死斑症っていうのができて、はい、多分出てるやつがあるんじゃないかな。それは光の光線で出やすいんですよね。はいはい。夏だよりであんまり出んとはってね、なんか、カメムシ防除とかじゃないんですね。出るわけじゃなくて、春はあんまりカメムシ出ないんですけどね、はい、まあ、今たまに出てますけど。だった、はい、お、市販症。あ、これ、はあ、これ、あ、このかさぶたみたいなやつですか。あ、かさぶたっていうか、こうなんていうかな、にあの人間でいうあざような、シミのような、はい、蒙古斑みたいな。ああ、そうそう、これ、はい、これですね。これか。これが市販症っていう果実障害で、はい、これの要因が、はい、まあ、温度とかも言われてるんですけど、はい、あの気温、あの光線なんですよね。はい、光の強い当たると、はい、ここがこうちょっと市販症ですから、あの紫っぽい黒っぽい、はい、こうまだら模様っていうんですかね。はい、これが、ちょっと商品性を落と、食べる分には問題ないんですよ、はい、商品性を落としてしまうっていうのがあって、はい、それを防止するのが、うんうん、やっぱこのちょっとこう、この袋で、はい、ハウスはあのかぶってるっていうか、はい、あの屋根もかぶってるし収穫も早いので、はい、そこまで市販症って出ないんですけど、はい、路地はですね、この、はい、どうしても特に木の上部とか、ね、紫外線でなるんですかね、うん、はい、これ破れやすいですよね。そうですね。そうですね。水に濡れたら本当耐久性が耐久性はないんですけど、ないですね、うん、でもその代わりこうしっかりとこういうふうに針金で留めてですね。はい、僕らはもうブドウとかとも一緒なんですけど、はい、落ちないようにしてます。確かに、はい、路地ね、撥水性があれば路地でも袋頑丈ですけど、うん、これとか、まあ、うん、そこまで、はい、あのいいやつは使ってないですけど、はい、これ1枚くらいですか。1枚いくらかな、3円ぐらいですかね。3000枚で1万ぐらいやったような気がする、はい、あ、じゃあ3円、うん、3.3 円ぐらい、うん、そんくらいですね、はい、はあ、便利な袋ですね、はい、でもですからこう、うん、場所によってこっちの方、上の方が、はい、そういう市販症とか障害化が出やすいので、はい、その光だとかに当たって出やすい
あとへそ黒だとこういやお尻の部分がですね、この部分がちょっとこう黒っぽくなるとか青っぽくなるっていうのがあるんですよ、はい、そういうのを防ぐために、こういうちょっと二重袋のちょっと光の強い、はい、当たるのを弱めるっていうかな、はい、そういうのために上の方にそういうのをして、下の方はこの一重袋とか、はいはい、新聞紙の原紙とした、うん、こう袋を使っているとか、そういう、うん、こう使い分けをする人が多かったですね。あ、そうなんですね、はい、あ、勉強になります、はい、あ、でもなんか超寒かったんで、うん、もうなんか枯れたものもあったのかなと思ったんですけど、そこはないんです。木自体は枯れることはないですね。あ、結構強い。あのオリーブなんかは、はい、ああいう状況で枯れた木は見たことありますけど、はい、ビアは枯れることはないですね。はあ、果実がやられるっていう感じなんですね。うん、やられるっていう、それがやっぱ問題ですね。うんうん、いや、ありがとうございます。はい、いや、露地ビアすごい勉強になりました。はい、いや、果実もいただいて、はい、いえいえ、本当ありがとうございます。ちょっとこれから食べたいと思います。はい、後で試食をしてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。剪定の動画、ハウスと、そして露地ですね。露地はまあ剪定じゃなかったんですけれども、寒波の後ということでですね、ご紹介いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。田中さんもありがとうございました。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ勉強になりましたね。どこで切っていったらいいのかとか、どういう方針で切ったらいいのかとか、勉強になりました。はい、はい、ありがとうございます、はい、もう荒牧先生は剪定好きですか？剪定好きですね。あ、みかんからビアから、はい、切りたくてしょうがないですね。じゃあ田中さんも最後に、まあ、ちょっとじゃあこれからどういう感じの進路に向かうのか一言もらっていいですか？まだなんか詳しい進路とかは決まってないんですけど、就職先で学んでから、この将来このおじいちゃんがやってるところとかを頑張って引き継いでいきたいなと思ってます。ありがとうございます。将来有望なビワ農家がまた輩出できましたね。先生、もう長崎を誇るビア農家がまた発展するなって、はい、嬉しいですね。本当ですね。ありがとうございます。で、今回ですね、ちょっと、農業大学校さんの協力を経てですね、こう撮影させていただきました。まあ、前回もですけれども、まあ、先生にちょっとこの長崎農業大学の、まあ、あの概要というか、まあ、ちょっとどういう状況になっているのか軽く教えてもらってもいいですか？はい、長崎県立農業大学校は、はい、今学生を大募集中です。特に果樹コースをですね、学んでみたいなという学生はぜひとも入ってきてほしいなと思ってます。新しい寮もですね、できました、はい、いいよね、はい、もう一人部屋なんですよね。一人部屋で、はい、Wi-Fi 完備、 Wi-Fi 完備、 Wi-Fi 完備、ネット自由、ネット自由です、ネット自由です、はい、はい、学習環境もいいです。で、あと果樹だけの話をすれば、他の農業大学校にもないんですね。いろんな熱帯果樹やら常緑果樹やらビワやらね、落葉果樹やらたくさんあります。もういろんな果物を選び放題です。そういう点についてはちょっと誇れる設備になってますので、はいはい、ぜひとも勉強に来てもらえたらなと思います。あと最近入るスマート農業関係も勉強できます。ああ、いいですね。はい、はい、わ、すごい、ドローンとかも撮れます。いい、はい、あ、めっちゃいいですね、はい、まあ、ということで概要欄にですね、ホームページ貼っておりますので、はい、まあ、ぜひ覗いてみてください。特に果樹コース、はいはい、よろしくお願いします。ぜひともよろしくお願いします。前回12月に、まあ、動画撮らせてもらったんで、もう皆さんだいぶ進路が決まってる状況だったと思うんですよね、はい、まあ、今回5月なんで、はい、結構まあ見てくださってる方、はい、これから農業どうしようかなって考えてる方ですね、はい、ぜひ農業大学校さん長崎ですね、おすすめなのでよろしくお願いします、はい、ぜひとも来てください。来てください、うん、この動画も貼れますということで、まあ、今回最後までありがとうございました。ありがとうございました。はい、面白かったよ、ためになったよという方、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。ということで最後までありがとうございました。バイバイ。はい、はい、どうもこんにちは、ケンユウです。今日はですね、長崎の農業大学校さんに遊びに来ました。で、こちら、農業大学校さんのですね、果樹コースの、ご担当されている荒牧先生です。こんにちは。こんにちは。今日はありがとうございます、よろしくお願いいたします。はい、実は長崎に遊びに来ていて、平田守さん